よし、かかってこい。まずいわね、こいつ強いわ。行くわよ、サイクロンテンポ。まだいけるぜ。次はどいつだ。ゴムゴムのガトリング。ぶった切る。鬼命まで取るつもりはねえ。私の予報は百発百。技のキレが戻ってきたか。少しは強くなれた。なんだこれ。光る壁を消さねえと雷の巨像にはたどり着けねえらしいな。この電気を止めるスイッチはないのかしら。床に通電させる装置があったくらいだし。でよし、じゃあ近くの部屋から探していこう。穴どこまで続いてんだ。装置のとこまで行けたらいいな。ずいぶん長い穴だな。よし、ちょっと急ぐか。とーりゃー。おお、ようやく出れたぞ。あたしの出番ね。おい見ろ、ツタだ。ちょっと邪魔よ。気をつけろ、アディオ。うん。竜巻。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。いくわよ、サイクロンテンポ。いくぞ、いくぞ。ゴムゴムの私の番ね。そこまで。ちょっと痛いわ。飯。
私の予報は百発百中。力が戻ってきたな。力を取り戻せたみたいね。この力があれば大事なもんだって守れる。クソジジイの蹴りに近づいたか。俺の体は、よいしょっと、よっと、うん、一緒、よっと、はあ、うん、一緒、はあ、よっと、あ、スイッチのやつだ。よし、下も見てみようぜ。よし。あたしの出番ね。お、はしごだ。やった。あったぞ、装置だ。よし。はっ、よっ、いじゃった。よし、来れたぞ。あたしの出番ね。便利な体だな。よし。天候にご注意ください。切り替えのありそうな相手だ。竜巻！
やってやろうじゃない。いくわよ、サイクロンテンポ。任せろ、次はこいつだ。くらえ。私の出番ね。こいつがイカズチの巨像かよ。古い紋章がついているわね。炎の巨像と同じものだわ。そうか、じゃあこいつを黙らせりゃいいんだな。あの巨像、雷を操るみたいね。雷なら効かねえ。よし、じゃあ後のことはルフィに。ウソップ、あんたも戦うの。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのバズーカ。これは諦めが悪いんだ。行くぞ。鬼。まずいわね。こいつ強いわ。行くわよ。サイクロンテンポ。これは。一筋縄ではいかなそうね。トレインタフルール。ソラよ、こいつ強えな。ゴムゴムのガトリンだ。雷なら効かねえ。あの巨像を倒せるとは、大したやつらだ。私の成長は止まらないわ。目指すは世界一の大剣豪だ。少しは強くなれたかしら。この力があれば大事なもんだって守れる。マリモのやつには負けねえ。少し強くなったぞ。うわー、やったWhat?
恨んで。大丈夫か、長花君よ。すまねえ。アディオ、おめすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなものだ。もっとも生きてるものは掴めねえな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜアディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？こいつは。どうした、アディオ？いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければ、ワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったらすぐに教えてやるよ。そうか、分かった。あの光は何だ？わかりません。でもあの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ何を企んでやがる。一体目の巨像が倒…想定外の事態だな。どうする？万が一あれが目覚めたら厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。